今日ご紹介するチャンネルは、日本の国防に関して様々な情報を発信しているチャンネルです。映像もとても臨場感のある、結構緊張感のある映像でピリッとします。皆さんこんにちは。自由と希望が見つかる新世界チャンネルの平野です。このチャンネルの目的は、新しい世界を切り開くのに役立つ有益な情報発信をしている YouTuber を紹介することです。当チャンネルをきっかけに有益な情報がどんどんと広がり、誰かの新世界の発見に貢献できればとても嬉しいです。ぜひ動画が良いと思ったらチャンネル登録、またはいいねやシェアのご協力をお願いいたします。ということでですね、今日ご紹介するチャンネルは、専守防衛は積極防衛2というね、チャンネルなんですけども、ちょっと正確にはどういうふうにお呼びするのかわからないんですけども、要するにですね、積極防衛という考え方、ちょっと概要欄を見てみましょうね。私の考える積極防衛とは、これから侵略行為は行わないが、違法な挑発行為に対しては、改正法の範囲内で徹底的に武力行使を行うことだと思っています。日本の国防を考える自衛隊 OA チャンネル、自衛隊以外にも軍事に関することを積極に取り上げた動画を不定期に配信していきますということで、こちらのですね、一覧を、動画の一覧をこう見てみますと、やっぱりこういったね、情報系、ニュース系の、YouTube チャンネルの場合は、サムネイルやタイトルに、大体その動画の概要というものがですね、書いてあるケースが多いですので、実際動画見なくても、この新着通知ですね、メール、ごめんなさい、チャンネル登録をして、すべての通知をもらうっていうところをクリックして、そして通知をもらうだけで、大体ね、動画を見なくても通知の内容を見るだけで、どんな内容なのかなってことを把握できるわけですけども、こちらのチャンネルのですね、素晴らしいところっていうのは、2つあります。1つはですね、国防というところに焦点を当てていますので、最近やっぱり中国の情報が多いですけどね、中国の尖閣諸島とか、そういった海域の方に、もう毎日のように潜水艦がね、入ってきて、日本の海域っていうのを脅かしているということが言われてますけども、そのね、リアルな、リアルに、実際の映像ではないと思いますけども、過去の映像だとか、近い映像なんかを引っ張ってきて、すごくこう、臨場感のある、緊張感のある映像で訴えてくれるっていうところが、すごくね、情報だけでなく、本当にこう、危機感を持たせてくれる、ある意味健全な危機感ですけども、そういう工夫がなされているということをね、感じます。そういった工夫がされているとても素晴らしい映像を使っておられます。そして、中国だけではなくて、それに対するアメリカや、そしてロシアや、その他の周辺国の動きなんていうことに関しても、情報が出されていますし、もちろん日本の国防という点ではですね、イージス・アショア、尖閣列島に配備すべきだってことがありますけども、日本の、軍事、こう国を守るという観点で、大型のですね、船がどこに配備されているのかだとか、今、河野大臣たちがですね、ちょっと名前忘れちゃいましたけども、どういう発言をしていて、どういう考えがあるのかみたいなことまで、いろいろ考察したり、情報源から引っ張ってきたりして紹介してくれています。いろんなですね、海外ニュースがありますけれども、この軍事の部分に関しては、本当に非常に重要だと思うんですね。本当に日本のメディアでは、ほとんど、報道されませんし、一体何が起こっているのかがわからないまま、物事が、ね、進んでいることが、実際多いと思うんですよね。やれね、いろんな地方の、軍の、アメリカ軍の、基地の近くでは、異臭がして、もう臭くて、なんかもう何百件もそういう問い合わせが来ているのにニュースにならなかったりとか、それが解明されなかったりとか、そのまま放置されていたりだとか、あとは日本のですね、至るところの工場で火災事故が起きていたりだとか、そういったことも、こう、紐付けてね、そういった情報があって、さらにこのチャンネルから得る情報をこう見ていると、なんか紐付いてくるところがあるんですよね。なので、何がね、起こっているのかってことを把握するってことは、本当にこう自分の身を守る第一歩だと思いますので、そういう意味では、あまりこう、この情報に影響されて怖がる必要はないと思いますけども、とはいえ、全く知らないっていうのはね、本当に問題だと思いますので、こちらのチャンネルから、またね、軍事という、日本の防衛ということに関する情報をキャッチされたらいかがかなというふうに思います。繰り返し言いますけども、こういう情報をですね、発信して皆さんの気持ちを煽りたいとか、そういうことではありません。ただ、健全な危機感っていうものがやっぱり必要な時代ですね、今ね。どうしてこの、ね、米中戦争がいつ起きてもおかしくない、ね、中国、インド、北朝鮮と韓国、もっと実は複雑な話だったりすると思うんですけども、そういったところで何が起こっていて、どういうふうな危険性があって、それでどういうふうに、安倍首相だとかね、日本の政府たちがどういうふうに考えているのか、その辺もこう裏がね、読み解けるようになってくる、想像できるようになってくると、ただただなんか無能だとかって責める気持ちにもならないと思うんですよね。まずはね、事実を知ると。事実に近い情報を知るというところで、こちらのチャンネルもぜひチェックされてはいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、またね、引き続き今度は、軍事だけ、最近はこう、海外ニュースに偏ってましたので、今後はですね、ちょっと私の本当に好きなチャンネルなんかもぜひご紹介していきたいなと思います。本当にたくさんのチャンネルがありますので、興味ある方は楽しみにしていてください。ということで、また引き続きよろしくお願いします。